さらば青春の光、成田屋のモルック対決フィンランドのヤケと一緒の体勢ヤケは何なの一緒のフォームやおい、はい、あ、でも待ってください。いや、でもね、力んだな。9点これフィンランドのヤケと同じフォー ム、はい、答えてるやん。おい、あ、これは11点これ11点ですね。11点、はい、おお、でも倒れたよ。でもあのこれは12点、はい、おすごいすごい。はい、あ、そうなった。で、ある程度飛ばすんですよね。で、これで次ちょっと遠くなったから狙いに行かせないっていう。そうか、ちょっと嫌やもん。はい、まだ行く。はい、ワンミス。惜しいな。ワンミス。あ、これか、こっちを。そう、ガシャを。12がちょっと遠い。はい、シュート面白い。おい、2、4、6、8、9、9点。うわー、やばい。うまい。やだ、これが2点になるんすよ。そうか。そうなんすよ。11ね。いや、これむずいな、11。フランスのオリだと思って自分の。うわー、あ、でも、うわー、こんなラッキーあんの？9や。はい。うわー。お、いや、でもこれはいや、俺と一緒10に狙いに行って9倒して俺と一緒もう一緒かもおー、宣言通りこれが盾です。はい、はい、ということで43点あ、でかい。あ、でもすげーなのよ。終わります。もうこれは勝ちます。はい。さあ、ここでモニターが勝つと、はい、俺らの、はい、あ、そう、成田さんのサインですね。違うよ。俺らのサイン。はい、速達で送りますわ。そんなすぐ手元は欲しないけどな。いや、もうこれはもう容赦ないですよ。マジで。うんうん、じゃあ行きます。ウイニングショット。あー、勝利。決まっちゃいましたね。イエーイ、イエーイ、イエーイ。誰も喜んでないんで。イエーイ、イエーイ。カメラの前誰も喜んでないです。皆さん視聴者の方。イエーイ、イエーイ、イエーイ。成田亮のサインもらわれへん。あれ、どうした？何やの？何？あれ？持って？なんか片、え？あ、片付けはんのかな？ただの。どうした？すごい、いい、うん、いや、いい子やわ。やっぱりな、もう時間も気にしてか。そう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 。おんおん、何何？そうや、もうこれ箱入れて持って帰んねやろ。いやいや。な、そうそうそう。どうしたどうした？え？はい、何？何してるんですか、成さん。うん。あれ、並べて。うん。もう一回やるやんか。いや、時間ない、時間ない。さあ、ということで、さらば青春の光の成田のモルック対決。何を編集してるんだよ。パチパチじゃない。終わり終わり。並べ出した時全員苦い顔してて。もう一回行くのっていう。ダメです。これはもう完全に敗北でございます。うん、はい、ただ、うん、本当にこのままじゃ、うん、俺らも叩かれかねないので、うん、あなたのサインも上げてください。もう、ね、そうやね、はい、ここはね。ありがとうございます。はい、あの、それでよろしいですか。はい、いいです。はい、うん、みんなのためです、はい、みんなのためで、うん、はい、ありがとうございます。でも今うまかったね。いや、うまいですよ、この人。今のところ本当俳優勢暫定1位なんで。マジでもう一回やる時間ないですか。これはでももう時間がちょっと、あ、うちはある。はいはい、お願いします。1回目はなかったことに。いや、なかったことにはならんよ、絶対に。うん、はい、よし、はい、これでもう本当に12を取る、うん、で、何かおー、パーフェクト。素晴らしい。12パワーブレ。12なんでパーフェクト、え、パワーブレ、パーフェクトブレイク。パーフェクトブレイク。パワーブレ、パーブレ言うの。うわ、すげえな。すごいね。よし、やっぱじゃあね、マジでな、この人うまいのよ、本当に。素質があるよな。ある。いや、日本代表になれるよ、ね、おしゃれな格好して。マジで、だってモルクの日本代表って、うん、世界大会の旅費があればなれるから。そう、去年フランスの、ね、行くお金で出してた。うまい下手関係ないから。
競技人口少なくて誰でもなれるでもこのまま流行ったら日本代表から外れる可能性ありますもんね。いや大丈夫です、うん、あのモルックの日本代表は何人でもいいな制限ない誰でもなれるなそう、うん、この間協会に確認して、はい、そのこのまま人口増えたら僕外れるんですか、うん、いや大丈夫です何人でもなれるんで旅費さえあれば誰でもなれるんでやば1億だかもこれはねでもガシャで、はい複数本を倒して、うんなるべく得点を稼ぐというやり方ですね。これだと何本ぐらい倒れることこれね、まあ、想定では10本倒れてくれたらいいなっていう。1からいこうか。いや1からいくんかな、これいきます。お、どうや9、あ、違う、8や、どう、は、いや、これがあ、それが2があかんねや、これがダメです。8、なるほど8、あ、1出てもしょうがないんだよ、ね、そうね、うわ投げて、うん、もう、まあ、ガシャでいい、うん、ガシャの方がいいな。おお、マジうまいな、すごいね。2、4、5、9点、おー、すごい、いい、いい、いい、あ、リードしてますよ、大地さん。でも、まあ、でも高得点出たでしょ、外是が非でも仕留めねえか、うん、21点です、おー、21、うん、21対8お、うまだけ8、はい、うまあの、ほんでなんか、なんかもうちょっとなんか散らしたりして面白い展開とかにしてくれる余裕あってもいいんだけど、いやいや、ないないない、点取りにくいだけね、まあ、確かになんか、うん、その全員がなんかそんな感じの視線を俺に向けてた、ガチだ、ガチお前2回目は頼むぞみたいな目してくるけどいやいや、手加減しないです、本当に。さあ、21対16、じゃあ俺もう1回ガシャでバシャって持ちます、ね、確かに9ぐらいいけないか、うん、うわぁ、うまいわ。2、4、いや、でもこれが無理やから、あ、これあかんねん、2、4、6、6点、はい、10を狙う、はい、そんな繊細ねえ、カラスにムカつくわぁ、うまっ、もう10無理や、またまあこれだからここモルック1個分出すってやつ、モルック1個分っすね、モルック1個分中にで、近づこう、はい、うん、見えた、いやうわぁ、うまいな、すごいとこ入ってた、マジで、どこ行ったこんなん入ってたよで、モルック1個分出すって、ね、はい、10の取り合いになるか、いやすごいね、10も遠なったからな、あと13やばいな、37 37です、13上がり、13上がりやな、13上がりか、13上がりか、6、7は無理、8、5も無理、これほんま12無理な、いやいや確かに12、ね、無理よ、なんかそういうの見たいですよ、バックスピードがかかる、いやいや12、まあだからバックハンドで、バックハンド、バックハンドでコテっていったらいけるけど、そうみたいですよね、左だけ、はい、なんかそれをな、じゃあまあそういうなんか面白い、うん、飲みたい、これ逆回転かけるんですよ、バックハンドで、はいはいはい、ほんなら、うん、12がコテンって倒れるんです、うん、でこれも前に行かない、うん、だから3も当たらないっていう、ほー、はい、相当難しい、ただ角度的にめちゃくちゃむずい、まあそれは見せてもらいたいな、見せましょう、うん、これでねちょっとでもモルク人口がね増えればいいですから、うわー、まあ、惜しいな、うん、分かってたし俺も、うん、こうなんだ、大体そうなんの、うん、もう無理なやつやった、うん、さあで、ってなるとってなると、あ、でもさ13でしょ、33で上がれるやん、なるほど、それはやっぱりね、いや別にバックハンドで取らないんですいや別にいや、いいけどまあ確かに8に当たる可能性あるからね、あるですよね、うん、あ、これはちょっとじゃあバックハンドリベンジ、マリタ・リョウの小説、うん、小説技巧、まっ、うわぁ、すごいな、そう、何やねん、マジでやられてるやん、やり返されてますよ、40点、え、やばいな、10上がり、うん、40、10上がりっすね、俺マジで容赦なくいくからな、でもあれ別になんかもうそれ以上トークもできないですよ、ね、いやだから、手前を、後ろにやって、うん、10を単品で取らせないようにするんです、なるほど、俺なんぼ今、今28、うわ最悪やん、うわ12、10で上がれんの、お、22でしょ、あと俺、うん、うわ、まあええわ、とりあえず10を阻止せなあかんから、1から1あたりからガシャで10を単品で狙えないようにします、
あーそういうことね。そうなるほど。でもどうよ、これは、で、ほんで、これは、これはこうでしょ、で、はい、これモルクボ1個分でしょ、だからまあむずくはなったよ。ほんとかな、曖昧なルールやな。なんか今のなんかちょっと、ね、なんかね、何が今の何が、なんか今言うようにな、今いやいや、何がどういうこと、どういうこと、まあいいですよ。何がこれでもう嫌われる、嫌われる。待って待って待って、モルク協会見てたら俺怒られる。何何何、何もしてないから。なんかね、これだけなんか言ったことないみたいな、出し方が嫌な感じ。いや、ほんま世界行ったらこんなやつばっかりや。じゃああかんやん、競技としてあかんやん。どうします、確かに4と6でいいんですよ、ね、そう、4と6でいいけど、まあ、簡単なの、いやだからまあその視聴者さんが何を見たいかよね。成田凌のあの10単品スーパーショットで上がるのを見たいかっていうことですよね、うん、絶対そう、はいね、はい、この時点でまだルールも分かってない人もおるでしょうけど。そうよ、うん、じゃあ10、うん、いける10、行ってみよう。だいぶむずいよこれ、うん、あべ、あー、はい、そうなるよな、はい、2点。でもよ、8点です。8点でやば、うん、うわー、そっか、42対34ですね。でも当たってるから42対34、うん、42ってことは8狙えるか。森田も82回いけるし、次8点の取りに行くよな。そうね、成さんが。そっか、森田さんも8。そう、俺は82回、でもあなたは81回です、うん、はい、なんかこっからの絵も撮ってほしいですよね、うん、ちょっといやいや、こっからのこのどんだけわがまま言うの、俺だけにしとけよわがままを言うの。なんでカメラさんにもわがまま言うの。なんかこう気持ちをね、分かってほしいですよ、うん、難しい、見てる人動作もね、うん、確かに、ちょっと確かにな。すいません、やっぱあのすいません、将来監督のある人なんで、すいません。あ、いいね、このままになってるよ。ちょっと来ないでほしい。初が、はい、そう、なんとなめて、初監督が邪魔やな、ちょ、今舐めてるから、舐めてる、なんで肩舐める必要なんだ。成田凌の肩舐めのモリック、成田ブルー入れといてください。成田北野さんみたいに、成田ブルー入れといてください。アリモみたいに言うやん。いい感じですか。この今だから、今8を2回狙うか、10と2を狙うか、あ、10と6を狙うかですね。そうっす、8行きますけどね、俺はあなたの邪魔したいんで。あのお二人、あの、はい、トーク尺も合わせて20分って聞いてるんですよ、うん、はい、モルックだけで30分やってるんですよ。今監督と助監督が喋ってるんで。いらんのよもう。あ、だからすいません。じゃあ俺も8行くで。8、はい、8をちょっと飛ばそう、うん、8もむずいよな。8むずい。おー、いった。まあ、よしただ次成田さんが8を倒せればもう勝利ですから。ちょっと遠いよ、これは遠いよ。水平にね、水平よ。ほんとみんな期待してるから、これ絶対決めなわ。決め、うるさいな。まあまあすいません、プレッシャーかかるね。持ってるやつは決めるから、これ役者として成長するかどうか、瀬戸際や。まあすごい、と成田凌の勝利。やったー、すごいね、さすがやわ。これもう堂々と勝利して負けですから、はい、嬉しい、うん、接戦のふりして負けんの大変でした。違う必死にやってたよお前も。バックハンドのとこだけよ。いや、すごいいい戦い。いやー、これいい戦いしましたね。だから俺がこれがありえるのがモルックなの。日本代表でもうん、負けちゃうっていうこと。1回の俳優に負けるっていうですね。いや、うまかったもんだって。いや、うまいんですよこの人、ね、マジで、うん、いや、マジで、あなた本当今役者界でナンバーワンなの。マジで暫定1位なの。ちょっとでも本当にこの戦いをいつもできてたら、うん、はい、めちゃめちゃ日本代表に近づきますよね。いや、あのだから旅費があればなれるんですから。技術関係ない、技術関係ないから。じゃあ俺なんか肩書きに書いとこうかな。いいっすね、日本代表候補、日本代表候補、日本代表候補、候補選手って書いとけば。そっかそっか、そうっすよ、全然大丈夫。うわ、ハマってますねもう完全にね。いや、めちゃくちゃおもろいっしょ、うん、面白い、おもろい、で勝って終わるとより気持ちいい。でもこれはもう1勝1敗やから、もうサインは3人分を皆さんにプレゼントね。皆さんによかったよかった。また来年じゃあ決着つけるためにここ来ますね。1年越しにまたこの動画出ますね。来年は客入れれるのかな。いや、面白かったですね。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひ広めてください、俳優界、本当に。そうですね、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。オンラインイベントをご覧の皆さんもありがとうございました、はい、さよなら、さよなら。
笑>